ウクライナ見捨てるか、米共和党、トランプ再登板待つプーチン。ウクライナ関心度は 80% から 69% に低下。ロシア軍による無差別攻撃で破壊される町や村、殺害される市民、戦火を逃れて国外に避難する婦女子、連日のように全世界に支援を訴えるウクライナのオロディミル・ゼレンスキー大統領。この間まで米メディアがこれでもかこれでもかと映像を流していたウクライナ情勢。春には米国民の 80% が関心を示していたウクライナ問題は9月に入って 69% に減ってしまった。この間にジョー・バイデン大統領がウクライナに供与した軍事援助額は1730億ドル。2024年収益予定の米新鋭原子力空母ジョン・ F ・ケネディ CVN-79 積載排水量10万1605トンの建造費とほぼ同額だ。日本が湾岸戦争に拠出し、Too little, too late、 今更これだけではどうにもならないと国際的な不評を買った支援額ともほぼ同額。今後戦闘が長引けば支援額は右肩上がりで増える。バイデン政権に中長期的政策があるわけでもない。ウクライナの戦況について米国民および西側国民に伝えているのは米保守系シンクタンク戦争研究所 The Institute for the Study of War が公表する情報だ。生データは米国防総省米情報機関から非公式に入手している。いわば米国防総省の名を出さぬ事実上の大本営発表と言っていい。米保守系シンクタンク戦争研究所 The Institute for the Study of War。 2007年ネオコン新保守主義者が中心となって設立した軍事研究機関で、イラク戦争をテーマに多様な紛争地帯における軍事作戦、敵の脅威、政治動向に焦点を当てた報告書を発表して脚光を浴びた。米国連大使だったキンバリー・ケーガン氏が理事長、ゼネラル・ダイナミクス、ラインコープ、元レイソン、マイクロソフトが資金を拠出している。その戦争研究所の9月11日の発表はというと、ウクライナ軍が東部ハリコフ州で攻勢を維持し、10日にロシア軍の鉄道による補給拠点だったクピャンスクを奪還した。11日にはロシア軍が同州内の重要拠点としてきたイジュームを奪還した。急速な反攻で東部ハリコフ州のロシア軍制圧地域のほぼ全域を奪還した。米欧から供与された兵器でロシア軍の補給拠点を叩き、同軍の継戦能力が大幅に低下したタイミングで一気に攻勢をかけた。ウクライナ軍にとり、2月から3月にかけて首都キーウを守り抜いて以来の大きな戦果となる。自戒ぶりを隠せないロシア軍が局面打開へ大量破壊兵器の使用などに踏み切る懸念もある。ロシア軍はイジュームを失ったことで東部ドネツク州全域の制圧というロシアの目標は達成困難になった。何やらこれでウクライナ軍はロシア軍を一気に駆逐するかのような情報だ。米国及び西側諸国にとっては明るいニュースだが、この種のニュースは過去6ヶ月の間に何度も聞かされてきた。聞く方、米国民、メディアも耳たこだし、それがウクライナの勝利に直結するとは信じていない。米主要紙ロサンゼルスタイムズ印刷版の9月13日付一面記事の見出しはこうだった。ウクライナは戦争終結からほど遠い。今日のウクライナの作戦は成功したが、戦争力は依然プーチンが掌握。確かに今日昨日のウクライナ軍の作戦は成功した。だからといって戦争終結に向けた状況が開かれたというと、そんなことはバイデン氏すら思っていないだろう。いつまで続くぬかるみ溝なのだ。ハーバード世論調査、
48% が軍事支援停止。その一方で米国民は対ロシア経済制裁のしわ寄せをじわり感じている。ガソリンをはじめとする物価高、インフレ定着化で米庶民の日常生活は厳しさを増している。米国民の 51% がウクライナ戦争は米経済にダメージを与えていると答えている。ハーバード大学ケネディ行政大学院米政治研究センター CAPS とハリス世論調査が7月に行った共同世論調査によると、 47% の米国民がウクライナへの軍事支援は十分すぎた、ストップすべきだと言い出したのだ。もっともロシア侵攻から6ヶ月経ったから軍事支援をストップせよと言い出したわけではない。こうした声は侵攻2ヶ月後の5月段階で米議会には出ていた。バイデン氏は5月ウクライナに対する40億ドルの追加軍事援助を要請したが、下院では57人の共和党議員が反対、上院では11人の共和党議員がこれに反対した。金は納税者のガソリン代に回せ。大物上院議員ランド・ポール氏、ケンタッキー州選出は反対理由についてこう述べていた。ウクライナの戦闘を支援することが本当に米国の利益に合致するのか。ガソリン価格の高騰に苦しんでいる納税者に1人当たり500ドル配れば彼らは助かるのだ。ウクライナにくれてやる新たな40億ドルはそれだけの価値がある金だ。ウクライナより米国民を優先すべきだ。ウクライナへの新たな軍事支援に反対した上下両院の共和党議員の大半は親トランプ派。ロシア侵攻に際してプーチン氏を激励したトランプ氏の意向を反映していると見て間違いない。トランプ再登場まで戦闘を続ける。保守派政治評論家のチャーリー・サイクス氏は9月13日のコラムでこう指摘する。戦闘がだらだら長引けば米国はウクライナを見捨てるのか。プーチン氏はそう思っているし、そうなることを期待しているに違いない。そんなことはとんだ誤算だと今は言い切れるが、同氏の希望が全く根も葉もないことではない。バイデン氏は9日、新たに137億ドルの対ウクライナ軍事経済支援を議会に要請した。これに対して保守系ヘリテージ財団と米国を憂慮する在郷軍人会 Concerned Veterans for America は連邦議員にこの追加支援案を拒否するようアピールした。今、保守陣営で発言力を持っているのは300万人の視聴者を誇るテレビのアンカーマンだ。FOX ニュースのタッカー・カールソン氏はミッチ・マコーネル上院共和党院内総務よりも影響力を持っている。カールソン氏は最初からウクライナがどうなろうとも米国の国益には無関係だと言い続けてきた。共和党議員の多くがいずれカールソン氏の主張に耳を傾ける公算大だ。トランプ氏は NATO 北大西洋条約機構からの脱退、 NATO の解体を主張してきた。プーチン氏はバイデン氏が2024年の大統領選挙後に去り、再びトランプ政権が登場するまでウクライナ侵攻選挙を続けるつもりなのかもしれない。プーチン氏の究極の目標はNATO 弱体化にとどまらず、米欧かの軍事同盟にくさびを打ち崩壊させることだ。中国よりロシアに脅威の米国民。超党派のシカゴ国際関係評議会、シカゴ・カウンシル・オン・グローバル・アフェアーズが行った最新の世論調査の結果が注目されている。それは以下の通りだ。1、ロシア嫌いの米国民はウクライナ侵攻以後 85% にまで達した。10年前は 44% だった。2、ロシアを敵対国と思う米国民は 57% だ。中国を敵対国と思う人は 22%。ロシアを脅威と答えた米国民は 60% になった。中国を脅威と答えた人は 52%。 3、ロシアがウクライナから撤退するまで軍事支援をせよとする米国民は 53%。
民主党支持者は 66% だが、共和党支持者は 51% と少ない。4. ウクライナに米軍を派遣すべきだと主張する米国民は 26% だ。対ロシア経済制裁は続けよとする人は3月には 55% だったのが5月には 54% と減っている。